パクミオンスは韓国のコメディアン、歌手、実業家。1993年デビュー。韓国語の発音ではパッチム K の後にビヨン・エムが来ていることによりパンミオンスのようになる。1999年に歌手としてデビューしたが、現在歌手活動は休止状態。自分自身を大物スターと称えたことよりファンたちに虚勢と呼ばれている。 現在韓国で一番あだ名が多いコメディアンといっても過言ではないほどいろんなあだ名の持ち主である。薄毛であり、時々薄毛をネタとして使っている。既婚。現在、任ミノルチーズピザのソウル市社長を務めている実業家でもあり、脱毛予防製品ショップも経営している。自身のショップを通して自分のヘアマスカラブランドヘアリッチを立ち上げた。 かなりの反日派として知られ、日本に対する誤った歴史認識を持ち、日本を批判するお笑いタレントである。しかし何度か日本に旅行で来ている模様、We Love d o k s h a という反日ソングを歌っている。無限挑戦のメンバー全員出演作成期、シングルプロジェクトシングルデジタルシングル。ありがとうございます。